原発事態は収束するどころかますます広がり続け、人間らしい生活を取り戻す機構が一向に進んでいないのが実態です。ひとたび放射性物質が大量に放出されれば、人類は防止する手立てを持っていません。使用済みの核燃料や核のゴミを安全に処理する技術もありません。再稼働すれば核のゴミは増え続けます。電力は原発なしでも十分に足りています。原発の再稼働は許さないぞ。原発の再稼働は許さないぞ。安倍内閣は再稼働させるな。安倍内閣は再稼働させるな。大井原発をストップさせよう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 。根拠のない安全神話で原発事故を引き起こしたことへの反省もなしに、再稼働や新増設を口にするなど絶対に許されるものではありません。再稼働すれば核のゴミは増え続けます。電力は原発なしでも十分に足りています。再生可能エネルギーに転換しよう。再生可能エネルギーに転換しよう。再生可能エネルギーに転換しよう。子どもたちを放射能から守ろう。子どもたちを放射能から守ろう。子どもたちを放射能から守ろう。原発をなくそう。原発をなくそう。原発事故は収束していないぞ。原発事故は収束していないぞ。未来を奪い、国を滅ぼす原発は廃炉にするしかありません。子どもたちに安心して住める日本を手渡すためにも、点検停止中の原発の再稼働に反対し、今すぐ原発ゼロを政府に強く求めていきましょう。原発からの撤退を目指す昼休みデモ行進にぜひご一緒にご参加ください。プレッコー、原発をなくそう。原発をなくそう。再生可能エネルギーに転換しよう。原発の再稼働は許さないぞ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 。東電は自己責任を認めよう。東電は自己責任を認めよう。デモ参加の皆さん、大変ご苦労様でした。この場所で歩道に上がっていただいて流れ解散になります。歩道に上がりましたら通行の方もいらっしゃるので、初めように、避けてですね、解散するようにお願いいたします。北風強い寒い中、ご参加ありがとうございました。